どうもこんにちは、山時です。です。はい、ということで、今回なんですけども、このバスにですね、メインの照明をね、取り付けていきたいと思います。はい。はい、ということで、まあ以前にね、このキッチンのこのライトですね、これはね、まあ、以前に取り付けてあったんですけど、これはまあ、あくまでまあ、キッチン用のライト。ということで、天井のライトをね、取り付けていこうと思います。はい。今までね、この、夕方ぐらいになってくると、すごくね、めっちゃ暗かったんですよね、作業も。で、これでまあ、作業もね、多少は明るい中できるんちゃうかなと。まあ、夜はしないですけどね。真っ暗やからな、なんで言うたんみたいな。うん。ということで、まあ、まあ、夜の作業はしないですけど。しない決定。しない決定。夜の作業はしないんですよ、基本的に。もうすぐ眠たくなっちゃうから。9時寝ますからね、私たち。朝のね、もう5時に起きますからね、最近。早寝早起きで、最近ね、健康体です。はい、ということで、まあ、バスに今回はね、照明を取り付けていきたいと思います。はい。はい。まあ、その照明をね、この、使うかどうか分かんないですけどね。まあ、9時寝ちゃうから。なんなん本当に。つけよう。つけましょうか。はい。ということでね、まあ、メインの照明を取り付けるんですけども、ちょっと上見てもらおうか。この、サンルーフやね。うん。まあ、こう。サンルーム。はい、これですね。一応まあ、ベンチレーター兼サンルーフみたいな感じですね。はい。はい、まあ、こういう風にしてね、空気を取り込むことができて、なおかつね、光も取り入れることができるということで、まあ、これをまあ、前と、後ろね、取り付けてあります。まあ、よく見てもらうとですね、この隣、配線出てるでしょ。うん。まあ、実はね、これがメインの照明の、ライトの配線が来てます。これはまあ、いずれここにつけるであろうっていうことで、ここにね、最初からちょっと出してありました。まあ、大体さ、ほら、メインの照明ってスポットライトと埋め込むやんか。うんうんうん。これ穴くり抜いて、メインの照明を何個か、まあ、つけるのが、まあ、流行りっていうか、まあ、まあ、スタンダードのやり方が多いと思うんですけど、うん、今回はまあ、ちょっと、それはちょっとやめまして、あえてね、違うやり方でやっていこうと思います。はい。はい。どれぐらい明るいかっていうのは、ちょっと、謎だよね。謎だね。未知数。はい。じゃあ早速ちょっとやってみますか。はい、ということでね、メインのライトはまあちょっと今からやっていくんですけど、それと一緒にベッドルームの方もライトもね作っていきたいと思います。ちょっと見てもらえますか。こっちの方はですね、まずね、ここ配管むき出しになってるでしょ。この辺ね、こっちも配管むき出しになってるんですけど、まあ、ここをね、今から仕上げて、そこにライトをね、埋め込んでいこうと思います。ついにここが埋まる時が来た。はい。こういうね、露出したところが隠れるだけでね、ほんと、変わってくると思うんで、ここもちょっと早くね、仕上げたいな、というふうに思います。はい。ここの壁をついにつけちゃいましょうか。はい。すごく向こうが見晴らしはいいんやけど、うん、なんかあんまキャンピングカーっぽくないよな。うん、やっぱここ早く、一刻も早く壁を取り付けたい。だいぶ変わるやろね、見通しが。バスってさ、垂直に見えてもやっぱりね、やっぱ車やなっていう感じやね。まあ、斜めですわ、若干。これは12ミリやね。いつもながら分かりやすい設計図。果たしてこれ設計図というのか。設計図書いてる、失礼。ただの数値やね。記録簿。じゃあ一発で合わせましょう。買ってた。これ一発いくといいね。お願いしますよ。よいしょ。いけてる。いけてる？いけてるよ。あ、いいじゃん。ぴったりじゃん。僕が良ければいいよ。壁ができたよ、壁が。いや、でも久しく壁は作ってなかったよ。確かに。ベッドとこのマルチルームが区切られたっていう証やから。うん、そう。証やな。うん。証ができた。いや、これで上できたらすごいわ。あ、ここな。そうそうそう。おお。いい感じ、いい感じ、うん、ここがこうなると、うん、ここカーテン欲しくなる。あ、欲しくなるね。
じゃあついにここを隠す時が来ましたね。ダダダンダダンダンダダダンダダンダンダダダンダダンダン。どうぞ。タルルタルルタルル。隙間空いてる。空いてる。あのビットシックついとるよりかはね、うん、多分いいってことで、うん、シミの原因になるから、うん、なんかそこに窓があるわけじゃないけど暗くなったイメージになるな。そうやな、影になる。俺もそれ思った、影になった感じ。そうそうそう、そこは多分影になったんだね、上が。この下埋めますよ。はい、こんな感じ。おお、箱になった。おお、いいね。うん、全然雰囲気違うわ。ちゃうね。ここ隠れるだけでマジちゃうな。違うよ、すごいな。で、ここに照明が入ると、うんうん、とりあえず OK でしょ。うん、すごいよ、箱だ。あ、めっちゃいいやん。うん、良くなった。この寝室のね、ライトなんですけど、まあ、ここからこう出て、最終的にね、ここの壁の中をはわしてずっとずっと下に来て、で、後からね、ここ PF 管埋め込むんですけど、 PF 管の中通してずっとこっちに来て、こっちの 12V のね、配線につなげようと思います。はい、まあ、とりあえず今回はちょっと照明のテント確認だけ、うん、しときましょうか。はい、ということで今ね、あのこっちの照明ができたんですけど、うん、はい、まあちょっとこっちは一旦ちょっと置いときましょう。うん、うん、まだやることあるんで、うん、メインライトね、いきますか。ここやね、そこで、ここと前に一個ずつね、うん、メインのライトをね取り付けていきたいと思います。はい、45度、見えねえ。で、これを何ていうか上な、壁で一番角、角はい、首で、首で、はい。悪くない。はい。はいよ。66.5。おお。45度、気持ちいいな。おお、全然ちゃうやん。あ、違うね。うん。囲われるだけで。濃い色だといいのにな、和とことか。うん、また様子見て塗るかなと思って、うん、ドライワックスか。ブライワックスな。もう使ってなかったからちょっと間違えちゃった。乾いた、乾いたワックスってどうすんの。全然塗れへんよ。ちょっとインパクトってよ、ちょっと休んどらんと早まっていて。インパクトとドライワックスを。バカにしとるから持ってかない。早く早くお願い、ちょっと腕痛い、もう終わり。ああ、しんどい。おお、お、すごいね、ぴったりじゃん、本当に。うん、できると、うん、うん、いいんじゃない。いい、全然違うね、雰囲気が。やっぱウッドで囲むとちゃうね。なあ、だってもともとはこういう感じでしょ、がこういう感じ、こういう感じ。フレームの方が完成しました。まあ最終的にちょっと和とこか、まあ、ブライワックスとかでちょっとね色付けしていきたいと思うんやけど、まあこのままでもこれはありっちゃありかな、うん、はい、ということで、まあ、ライトの、まあ、フレームができたということです。これでここに照明をね取り付けていくんですけど、今日はちょっと時間がないのでまた明日、うん、このベンチレーターのここ内側にライトをね仕込んでいこうと
思います。でそれを、前と後ろね2箇所やってきます。じゃじゃん、これ使います。さあこれは何でしょうか。配線隠しってことでね、まあ、あの配線隠すモールですね。これを使ってね、あの LED の、まあ、テープをね仕込んでいこうと思います。これのここに入れるってことね。そうですね。なんでこのカバーの方はねもう一切もう使わないような感じですね、そうです、こんな感じでもうジャストサイズですね。ここで一回カットして、でカットカットカットという感じでねやってきます。と裏は、まあ、両面テープにねなってるんですけど、ミニビスでね、さらに固定してきます、はい、これだけだとね絶対取れてくるからね。このミニビスくんで止めてきます。まあ 1,2,3 箇所止めといたらいいでしょう。ということでこんな感じで一通りねぐるーっとつけれました。でここは配線が出てて、こうっすね、こんな感じで、でここにね LED テープをね仕込んできます。これが LED テープライトですね、うん、じゃじゃーん。これもテープ？これもテープね。で一応こうやってねもう配線がついてます。こうやって、うんうん、こうなんか丸いのが4つついてるでしょ、1,2,3,4 と、うん、で真ん中に線が縦に入ってるやん、うん、ここからハサミで切ってもいいですよっていうところなんさな、で好きな長さにカットして使えるっていうのがテープ LED ライトのメリット。あんまこの配線ちょっと細すぎて好きじゃないから一回この辺でカットしてここから使う。これでプラスマイナスのあれが出てるってこと？そうそう、うん、すごい。こっちはプラスマイナスで、これで接点が当たってる、うん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 、で、パチッと、はいはいはい、これで OK。すごい。で、こっちはもうカットしちゃうと。はいはいはい。で、それでつなげれるときね。こんな感じで切り込み入れて、ここにこうセットすると。おぴったしじゃない？貼ってくるな、これ。貼ってくる。ちょうどね、これがぴったしだよな、この、うんうんうん、隙間が、うん、どうぞ。おお、感動。どうぞ。ついてる。ついてる。せーの。すごいいいよ。めっちゃいい感じやん。結構眩しいんだね、わりかし。意外と明るい。前と後ろ同時につけるね。はい。いきます。せーの。明るっ。おー、すごい。じゃあ寒くライトの方がね完成しました。お疲れ様です。お疲れ様でした。あの雰囲気出てきました ね、 ね、夜のバスの天井を作る時にねもう絶対こうしたろというふうに思っとったやつなんですよね。なんでそれがまあ実現できて、まあ良かったです。まあやっぱり間接照明的なのが一番自分たちは好きやから、あのダウンライトもすごいいいんやけど、こう明るすぎるっていうのがあるから、まあこれぐらいでまあちょうどいいんかなっていう風な感じですね、自分たちは。まあこれでまあ、もうちょっと照明が欲しかったらもうちょっとね、まあ間接照明とか増やしていくような感じになりますね。はい。まあこの LED テープ使って、まあこういう床とか照明とかできたら面白いかもしれないですね。うん。今回の動画は以上になります、はい、この続きが気になる方はチャンネル登録をお願いします。ではバイバーイ。そしたらまた。